はい、出発します。沖縄3日目スタートです。まあ3日目というかね、実質今日が最終日です。バイクで走るのはね。さあ、美ら海水族館さようなら。昨日ね、一日雨だったけどね、美ら海水族館で結構時間潰してね、時間潰してというか、美ら海水族館めちゃくちゃでかかったから、ゆっくり見て回ってたら半日ぐらいかかっちゃった。ここのね、海洋博公園っていう、美ら海水族館が入ってる公園がね、めちゃくちゃ広くて、なんか熱帯植物園とかね、いろいろ、沖縄、郷土村だったっけかな、なんだっけ、なんかそんな感じの施設とかいろいろあって、まあ、雨もね、朝、なんか一時的に強くなったり止んだりみたいな感じを繰り返してたから、結構傘さして公園の中をずっと散歩して歩いてたりしてたらね、結構一日たっぷりね、見るところはあって、雨でもね。なのでね、まあもともと来る前から週間天気予報でこの中日は雨っていうのが分かってたから、まあそれもあって美ら海水族館の横にねホテルを取ったんだけど、ということでね、昨日はせっかく借りたカブちゃんは一日中駐車場に止めっぱなしだったんだけどね、それでも一日昨日ゆっくり観光できてよかった。風すげえ、橋の上風すごい、どうしようかな、今日すごい風強いからね、海中道路行きたいんだけど、池江島に渡る、ちょっと悩むとこだな。で、沖縄来てから沖縄そばにはまってるんだけど、沖縄そばっていうのとソーキそばの違いが分かんなくて、で昨日ね、備前の福木並木の福木屋さんっていう食堂で沖縄そば食べたんだけど、そこのね、おばさんに 教えてもらいました。私が食べたのは三枚肉っていうね、いわゆるなんか豚の角煮みたいなやつが乗ったおそばなんだけど、なんかそれは沖縄そばで、ソーキそばっていうのはなんかにお肉に骨がついてる、骨付きのお肉が乗ってるのがソーキそばだということでした。これって常識なのかな、私知らなくって、なんか見た目ね、確かにお肉の形は違うけど、見た目ただ本当にお肉が違うだけで、ソーキそばと沖縄そばって書き分けてるのってなんでなのかなって思ってたんだけど、瀬底島にもね渡ってみたいんだけどね、ちょっと風が強いから今日はやめようかな。まあね、沖縄、12月の沖縄は風が強いっていうのは、なんか YouTube でも見て、みんな言ってたので、ある程度は覚悟してたんだけど、昨日の夕方、私、ちょっとね、ま、公園、海洋博公園散歩して、ホテルに帰る途中、本当にね、台風みたいな強風に吹かれながら 帰って、で、小雨がぱらついてたから、折りたたみの傘差してたんだけど、もうなんかバラバラになって飛んできそうな勢いの風で、明日この風で私バイク乗んのかなってすごい不安になってたんだけど、もう今日は昨日に比べたらまあ強い風が吹いてることは吹いてるんだけど、まあ昨日に比べたらマシかもしれない。昨日の夕方本当にもう台風かなっていうぐらいの風で、ちょっと不安になったマジで。明日バイク乗れんのかなと思って。ガソリンどっかで入れた方がいいよね。あと3メモリは残ってんだけど、どっちにしろね、今日、レンタルバイク屋さんにバイク返すことになってて、もう明日ね、午前中の飛行機で帰るので、今日の夕方、レンタルバイク屋さんにバイクを返すことになってるんだけど、まあ、返す直前にもね、ガソリン入れなきゃいけないから、まあ、早めに入れて、また返す前にね、入れればいいかな。で、このカブのね、3日間のレンタル代なんだけど、なんか冬のキャンペーンみたいな、レンタルバイク屋さん、レンタルバイクのキャンペーンがあって、15%引きだったのかな。それで、3日間で1万4000円ぐらいでした。
ただね、車両保証っていうのを3日間で3100円、1日1000円ぐらいつけてたので、それがなければ1000円ぐらいだったのかな。まあやっぱりね、人様のバイクだし、というか借り物のバイクだし、慣れてる株とはいえ何が起きるかわからないからと思って車両保証3000円つけたんだけど、まあこんだけ足ベタベタにつくバイクだと、まあいらなかったかなみたいな感じはする。まあお守り代わりだからね、やっぱり何が起こるかわからないしっていうことでつけといたんだけど、まあそんな感じで3日間で14100いくらだったかな、14000円ぐらいでした。まあ1日5000円ぐらいかな。沖縄はね、やっぱり車とかバイクがないとなかなか移動しづらいし、1日5000円交通費と思えばね、そしてそれでツーリングが楽しめると思えば全然安いね。多分ね、250とかのバイク借りちゃったら1日1万円ぐらいしちゃうんだろうし、その上慣れないバイクで走るのもドキドキだっただろうから、やっぱりこのスーパーカブでよかったな。これね、スーパーカブめっちゃ乗りやすいんだよね、ほんと足つきもめっちゃいいしね。わあすごい。いやでも天気良くなってきた。これどうだろうな、海中道路行けるかな。カフーバンタ、カフーバンタに行きたいんだよな。天気良かったらね、すごい綺麗な景色が見えるみたいだから。わあでもね、すげえ風強い、すげえ風強いよ。又部食堂、なんか本当にね、沖縄カフェもそうだしね、その昨日行った福木屋さんみたいな食堂もすごい色たくさんあって、やっぱり観光客がね、まあ一年中通して観光客がいるんだろうね、沖縄って。セルフだからね、ここのがいいやね。よし、さあ行こう。はい、ガソリン満タンになりました。これで多分返す直前までは全然いけるはず。スタジアムだ、これなんだ、これ野球スタジアムかな。タビックスタジアム名護。まあこんな感じでどこも車が多いね、やっぱり沖縄は。そうで、だから昨日本当昼前くらいから美ら海水族館がもうめちゃくちゃ混み出して、で外国人がやっぱすごい多いね、外国人観光客が。あっちこっちでいろんな言葉が飛び交ってて、日本人の観光客というよりはもう外国人観光客だったかな、結構多かったのね。あ、名護市役所、これが名護市役所、有名な建物。名護市役所変わってる、ほらこれ名護市役所で、この時期はやっぱりね、海には入れないから、海に、まあ、入ってる、サーフィンとかやってる人はいたけど、普通にね海水浴するとかっていうシーズンじゃないから、まあそういうシーズンよりは空いてるんだろうけど、私はねもう別に海で泳がないし、この時期すごい沖縄ありだなと思う。まあ、今日はねちょっと朝曇ってたからこうやってジャケット着てるけどね、初日はねもう本当に長袖 T シャツの上にパーカー1枚でバイク乗れちゃうような暖かさだし、なかなかね本当この真冬の時期にね、こんななんか快適に旅行できるのはやっぱり沖縄、12月の沖縄最高じゃないのって思って。さあ道の駅、まもなく道の駅です。巨田の道の駅に寄りたいと思います。今回も一応道の駅、北海道でねいっぱいスタンプをした道の駅マップを持ってきたので、沖縄で初の道の駅のスタンプを押そうと思います。泣き陣方面、ここは高速道路が走ってんだね。これが上が名護東道路、これだ、左方向です。はいはい、これね、どれ、これがそうなのかな、え、これそう、左方
経由地付近です。はいよ。着いた。道の駅巨田。わあ、サーターアンダギーうまそう。やべえ。わあ、うまそう。わあ、うまそう。あ、やばい、すごいいい匂いする。チノエキロール、あ、やべえ、すげえいい匂いする。なにこれ、あ、面白い。わ、すごい、いろいろある。あ、すごいいい匂いする。サーターアンダギーがやばい、めっちゃいい匂いする。はい、道の駅巨田でした。どうやって行くのこれ。ん、どうやって出んのこれ。こうか。はい、道の駅巨田でした。あの、サーターアンダギーの匂いがめちゃくちゃいい匂いでちょっと誘惑に負けそうだったけど頑張った。車線を進みます。はい、こっちね。はいはい、こっちね。あ、これまっすぐ行くと自動車専用道になっちゃうんだ、高速。あ、なるほど。で、今からシーサイドドライブインっていうところに向かっていて、そこで朝ごはんを食べようと思ってます。あの、八千文の里の近くに八千文カフェっていうのがあって、そこにも行きたいなと思ったんだけど、そこがね10時にならないと開いてなくて、で、そのシーサイドドライブインはね8時からもうやってるみたいなので、そこで朝ごはんを食べて、お腹すいた、もう。あー、でもこの風だとちょっと海中道路どうかな。風強すぎて楽しめないかもしれない。半袖半ズボンだもんね、おばちゃん。12月今日何日だ。今日22日だよ。12月22日におばちゃん半袖半ズボンだった。今日はでもね、やっぱ風が強いから体感温度は低いね、バイク乗ってると。この風はちょっとやばい。わあ、すごい海。ほら、綺麗、綺麗だけど風やばい。女村に入りました。今日はだからね、何度だったかな、朝のニュースで18度とか19度とか、沖縄にしては低いかなみたいな気温が感じの印象ではあったけど、まあ、全然寒くはない。12月と思えば全然寒くはないね。まあ、さすがに今日はあのラフロのパーカー1枚で走るのはちょっと厳しいかなと思って、風が強いから体感温度は結構低いからね。ということで今日は上にノースフェイスのジャケットを着ています。まあ、やっぱりだから、あの、北海道に9月に北海道に行った時と同じような感じの服装。あ、でもね、あの時はね、ズボンの下にライディングパンツの下にスパッツ履いたりとか、半袖シャツの下に長袖着たりとか、割と3シーズンシャツの下もしっかり着てたから、あれに比べたらもう全然。こっちはね、今日ライディングパンツの下も別にスパッツも履いてないし、
薄手の長袖 T シャツの上にラフロのパーカー着て、でこのノースフェイスのジャケットだけなので、まあ、今日はね風が強くって体感温度は低いけど、それでもライディングパンツの下別に何も履いてなくても寒って感じではないから、やっぱり沖縄あったかいね。なんか今朝のね沖縄のニュースでは、今日は冷え込みますみたいな、あったかくしてお出かけくださいみたいな感じのニュースやってたけどまあね、沖縄の人にとっては今日すごく寒いんだろうけどね、全然快適。静岡の 秋口ぐらいだからっていうことは、静岡の秋口ぐらいってよし、これからいいツーリングシーズンが始まるぞって感じの時期だから、まさに12月って沖縄ツーリングシーズンなんじゃねって思うけど、まあこの風だね、やっぱり風がやっぱり結構バイクには厳しいかもしれない。12月は結構沖縄ずっと風強いっつってたから、まあでもね、カブで走れちゃうぐらいだからね、大きいバイクとか全然大丈夫だと思うし。沖縄宇宙通信所だってそんなのあるんだ。まああるよね、宇宙航空、あ、 JAXA のあれか、パラボラアンテナあんのかな、あるよねきっと。風ずっとこんな感じなのかな今日一日中。まあそうかな、でも昨日のなんか天気予報を見たら、1時間ごとの天気予報を見たらね、もうね晴れマークでも曇りマークでもないの、もう強風マークだったずっとうわなんで万座も行かなかったんだってきっと言われそうだけどね、それよりも私は焼き物が見たいんだ。やっぱりね、旅をするとね、いろんな体勢がつくよね。私はあの免許を取って2ヶ月で、あのパパと一緒にね、カブで、あの四国の高知県の実家まで走って、あの帰りにね、3日間すごいもう、雨に降られて帰ってきたんだけど、まあ本当免許取って2ヶ月でね、今思うと本当に無謀だったなって思うけど、まあそれのおかげで、雨走行の体勢もかなりついて、もうめちゃくちゃ怖くて、もう豪雨の中をね走り続けるのめちゃくちゃ怖くて、最初はもうね半泣きになりながら走ってたけど、まあそれでだいぶ雨走行の体勢もついたしね、知らない道を走ることにもだいぶこう、もう最初は本当にドキドキで、なんならね免許取って2ヶ月ぐらいって自分の家の周り走るのもドキドキだったのに。いや北海道もね食べ物どこ行ってもめちゃくちゃ美味しかったけどね、沖縄もね何食べても美味しいんだよね。まあ結構ねジャンクな感じのものが多いんだけど、まあ沖縄来てから沖縄そばとなんだっけ、あとタコス食べたタコスと、あと昨日スパムおにぎり、なんかゴーヤの天ぷらが入ったスパムおにぎり食べたのと、なんかあんまり北海道の時みたいに高級なものはあんまり食べてなくてまあ高級なもの食べてない割にはね、やっぱりお値段ちょっとお高めなんだけど、まあ、観光地価格なのかわかんないけど、昨日ねゴーヤの天ぷらが入ったスパムおにぎりがめちゃくちゃ美味しかったあ、沖縄そばとかスパムおにぎりとかね、割となんかこうちょっとジャンクなものが多めだけど、まあそういうものがやっぱりねあちこちにあって、っていうか沖縄の高級料理って何なんだろう。どこもねやっぱりソーキそばとかチャンプルーとかは書いてあるんだけど、あんまり高級なものって分かんないな。チャンプルーも食べたいな、本場の。あと本場のタコライスも食べたいんだけど、食べたいものがいっぱいあって困る。お腹空いてきた、食べ物の話してたら。お腹空いてるから食べ物のことばっかり頭の中。風すごいよこれ、風押されてる背中。これオフロードバイクとか車高が高くて軽い車体だと怖そう、こんだけ風強いと。どうなんだろう、なんかねハーレーとかどっしりしたやつだったらそんな怖くなさそうだけど、まあでもカブで走れてるぐらいだから大丈夫なのかな。あ、あれかな、あそこはもうこれかな、
これ？これだ。はーい。これだ。これだ。これだ。はい、シーサイドドライブインでした。ここはね、夜来るとこのネオンサインがね、すごいいい感じに光って、すごい雰囲気であるらしいんだけど、まあこんな感じです。昼間は1967年創業だったかな。なんと私が生まれる前からあるドライブインだそうです。店内はね、撮影しちゃダメっていうことだったんで、中はね撮影できなかったんだけど、なんか川崎のバイクが3台ぐらい並んでたな。まあなんかね、すごいこうレトロなね、昔ながらの創業当時からそのままみたいな感じのドライブインでした。わあ、風強え。もう見て、あの波、沖に白波が立ってる。すごい。いっぱい、なんかね、モーニングセットを食べたんだけど、あ、残波岬の方だ。残波岬まで戻ってきた。なんかモーニングセットもなんかこう昔ながらなレトロな感じのモーニングセットでした。あのベーコン入りのオムレツにポテトとミックスベジタブルとトースト、あとね、クラムチャウダーみたいなスープがね、すごい美味しかった。結構ね、ずっと強い風に打たれて、割と体温下がってたのか、そんな寒いって感じはしなかったんだけど、すごいあったかいスープが結構体に染みた。なんかあそこのさっきのシーサイドドライブインは夜がなんか、すごい綺麗って言ったんだけど、なんかあそこの前の道路ね、夜の10時から朝の4時まではバイク走っちゃダメって書いてあって、まあ、あのドライブインがね、何時までやってるのかわかんないけど、よくね、インスタで見たのは夜の時間帯にすごいこう綺麗にネオンサインが光ってるいい感じのね、写真をいっぱい見たんだけど、まあ、でもその綺麗な写真を撮るためにね、バイクで迷惑行為をする人がいるんだろうね、きっと。なんかガードレールのところにね、歩道にバイクを止めないでねみたいなことが書いてあったから、一生懸命こうドライブインのバックにいい写真を撮ろうとして、ああいうとこにバイク置いちゃう人がいるのかな。読谷村入りました。